ハローアースノイド、ボッシュエラー隊という闇のガンダムおじさん、に対する、ネットの反応をお送りするよ。メンタルちょっとやられてるおじさんについて語りたい。ずっと遠くで見てたと思われてた闇のガンダムおじさん。アクシズショックおじさん、アムロ隊に妙に慣れ慣れしかったところへ、近年掘り下げが入り、二十数年経った。F90 ファステストフォーミュラーでキャラクターに深みを増された男、ボッシュ。これがガンダム、悪魔の力よ、で有名なボッシュが、F90 ファステストフォーミュラーでカラバからロンドベルまで、ずっとアムロの部下やってた事実が判明。アムロさん、お供をさせてください。ボッシュ、そういうことはしなくていい。ボッシュ隊の怪文書できてる。ボッシュ隊はずっと誰それって言われていたから仕方ない、ここからなんだ。俺たちは今まさに歴史が作られるところを目撃している。いや真面目に。なんせ F89 が生まれたりネオガンダムが F91 と競うことになってたり、MSA0120 の全貌が明かされたりだからな。CV 中田ジョージなのも、今だとぴったりに思えてくる。ボッシュさんはアムロの熱烈なファンだから仕方ない面もある。冷静に考えるとメンタルがやられてなきゃあんなわけのわからない行動はしない。アクシズショックって重大な副作用があったみたいだな。宇宙世紀の腐りっぷりを最前線で見続けていたらメンタルもやられるよ。何がきついってアクシズショック時はサイコフレームの光に涙して、ガンダムの力を、良いものとして感動すらしてたのがね、全部終わった後にアムロの未帰還を知って、その後の連邦の腐敗を見続けてっていう。アクシズショックで人の心の光を見て、あれがガンダム。って感動してたボッシュが、作戦行動終了後に、アムロさん、どこですかアムロさん、って必死に捜索してる姿は普通に悲しくなるので NG、俺ボッシュで感動したくないよ。もしかしたらラーカイラムで、アムロ隊が、まだ未発見のままです、祈祷していませんかと伝えたのボッシュ少尉。ちょっと、それは辛すぎる。ボッシュ、デフニガンダム、悪魔の力、とはしゃぐけど、肝心のアムロのことは、差し障りない程度にしか話さないのはガチの感情を抱えているから、と妙に納得してしまって悔しい。アムロの長い部下設定ついたら、ボッシュの解釈がかなり変わるの面白いな。行動原理が時代錯誤の野心家から、吹っ切れる前のリディみたいな、置いてかれた側の同国になってる。ボッシュ隊、何も見えていない人から、見えていたからこそ、見続けようとして、見えなくなって壊れた人、になってしまった。かっこ令和に存在9位が激増するボッシュ。急激にエモ存在に変貌してないか？カラバ時代からアムロについていって、目の前で戦友をガンダムという悪魔が奪っていって、だからこそガンダムに執着するが、AR システムを積んだ1号機を奪えず2号機をダッシュ、それも含めて、アムロ隊なら止めただろうな、ってなるとかもう。サイコフレームでもニュータイプでもなく、アムロを連れ去ったガンダムという器に、悪魔を見た男ボッシュ、急に悲しい物語にするな。今回のボッシュ解釈って、あれだけ色々キャラがいた中で明確にアムロの部下であり、長年付き従った存在、という点があまりに異質で独特なのよね。周りで長い付き合いのアムロの部下って人って意外といない。ニュータイプ神話に執着する奴は割といたけど、ガンダムという器に頂上性を感じて、あそこまで入れ込んでる奴は、宇宙世紀を見渡しても確かにあんまいねえな。しかも当の F90 が、近しいからガンダムと呼ばれている。だけなのもガンダムという器への執着から見ればむしろふさわしい。アムロとはカラバから続く長い付き合いだったとなると、ブライトともそれなりの面識がありそう。ホワイトベースクルーはアムロ絡みで特別な感情も向けてそう。ボッシュの連邦への失望ポイントって、他の事件に比べて神聖視しつつ、身近に感じるであろうマフディ事件が最大の一撃だったのでは。ボッシュから連邦に対する恨み節というか、ジオン残党の老人連中と共闘を決意させるほどのものって、ブライト括弧退役考え中の息子が連邦にテロ起こしてそれをわざわざ親父に見せつけるよう公開処刑、とかなっちゃうからきっかけには十分って感じはあるか。尊敬していた男が目の前で消え、俺たちは虹に乗れなかったよなってブライトと、しみじみしてたところに腐った所属組織が、アムロは何も起こしてません。あとハサウェイとかいうテロリストの、
処刑しといたんで親父さん退役生活するなら後始末よろす。というのを見たボッシュ君の気持ちはあまりにも辛い。弱者のボッシュから、F90 のボッシュが完成するまでの過程、アムロとガンダムの、奇跡によって救われたにもかかわらず、それを隠蔽し貶めた連邦政府へ、そのきっかけと、なったサイコフレームのことを胸に秘めたまま軍人をやり続けたことを考えると、とても納得してしまう。ボッシュさんはジオンと手を組んだのではなく、アムロを生贄に捧げてその事実を消した。連邦に牙を突き立てるためにジオンになったのかもしれない。今まで、アムロの思いを一つも組んでくれないオールドタイプ代表、闇のガンダムおじさん。という扱いだったボッシュ隊が一夜にしてひょっとしたら誰よりもアムロを普通の人と、正しく認識していたかもしれない。アムロの戦友にして置いていかれたもの。にまでひっくり返るのはちょっと凄まじすぎる。生地アムロと付き合いが長かったがゆえに、コアムロが奇跡の代償になったことで、ガンダムを悪魔と認識し始めた人。あのガンダムおじさん最大の謎だったのが、どうやってジオン子三兵のとこに身を寄せるようになったのか？だったんだけど、共にアクシズを押した仲間だ、同じ人間なんだ。って考えると何か込み上げるものがある。これがガンダム、悪魔の力よ、と言い放つ、中田ジョージ越えの闇落ちおじさんが、F90 ファステストフォーミュラーのカラバにいたって、セリフだけで一気に解像度が上がって、すべての辻褄が合ってしまうボッシュ隊って何よ。あと火星独立ジオン仕様の F90 のカラーリングは火星の赤じゃなくて、カラバ時代のアムロ専用ゼータプラスの、赤だって言ったやつ誰だ。余計にボッシュ隊の解像度が上がってしまっただろ。ゼータプラス色だったのかお前。そんな、キシリア派のカラーかと、CA だからシャアに近いカラーと思わせてからのこれとは。火星ジオン、紅白か、カッコキシリア新鋭隊カラーだな。ボッシュ、紅白か、カッコアムロさんのゼータプラスカラーだな。足回りニューガンダムに似てるって話もなるほどと思った。火星仕様がアムロへの同型と、それを奪ったガンダムへの憎しみが詰まった機体になってしまう？ガンダムがあれば戦場も世界も動かせるかもって、人を駆り立てるのは本当に悪魔だよな。本当は高性能切手だけなのに乗り手まで特別視されたり、人類の革新だの変な方向に話に尾ひれがついたり。なんでアムロと付き合い長いのに闇のガンダムおじさんになるんだよ。アムロが死んだこととその後の世の中が辛すぎたからですかね。ガンダムはあってはならないモビルスーツなんだ、という主張に説得力がありすぎる男。でもお前さんが悪魔を道連れにしてくれたおかげでその後のガンダムは人に優しい。F90 ファステストフォーミュラーで思ってた予想以上にアムロと一緒にいた時期が長かったことが判明して、ああ、だからおかしくなったのか、っていう変な説得力ができたよな。今思うと昔の F90 単行本一冊に詰め込むのはもったいなかった。これから無限の掘り下げが始まるかもしれない。積み上げた40年近いキャリアを投げ捨てさせるアムロとの数年間だぜ。ことを起こすのはファステストフォーミュラーから5年後だけど、下準備とか考えるともう少し早い段階でぶっ壊れる決定打があるんだろうな。実際アムロという尊敬できる上官と、カラバからロンドベルまで付き合い、一緒にアクシズを押し返そうとしたらアムロが消えて、その後の連邦の腐敗を見続けたら頭おかしくなるな。ガンダムじゃなくてアムロを崇拝してたんだから、そりゃアムロ連れて行ったガンダムは悪魔だよな。なんか外伝作品も含めると、ニュータイプ云々関係なしにガンダムという存在そのものが敵、味方、民間の、すべてを巻き込んで滅びへと導くように思えてきた。行き着く先はターンウェイだしね。部下にアムロの話をよくしてたから、アムロの部下として戦ってた時期はマジで充実してたんだろうね。ユニバーサルセンチュリー0115の時点で、まだボッシュは理性保って実直な軍人やってる感じだけど、マジでここから何があってガンダム奪取まで行くんだろうか。今まで空いてた年代に関しても、近年は埋めるのに熱心だから精神を病むような、事件ばかり起こってしまっている。なんていうかユニコーンで変に希望を語った分、隙間埋めるほどにひどいことになっているな。ってなる、神優君がおかしくなった、アムロさんが消えた、ハサウェイ君までもがおかしくなって処刑された、ガンダムはやはり悪魔だ。こういう読み方をしてる人は千ハサの原作を読んでないというか、
なんでハサウェイがテロ行為なんてことを行ったのか知らないんだろうな。ボッシュ視点からだとそう見えても仕方ないのでは？外伝で隙間の年表が埋められると、結果論だがバナージは余計なことをしたんじゃねえのと思わなくもない。やりました、やったんですよ。必死に、その結果がこれなんですよ。意図したわけじゃないけど、ボッシュへの強烈な追い打ちをかました福井先生。ガノタが目をそらし続けていたアムロの死を、真正面から受け止めていたおっさん。だから壊れた。その後もゲームや漫画で当たり前のように扱われてるから、メタ視点では死んだ感全然ないんだけど。宇宙世紀の世界ではあの時確かに死んだんだよね。贅沢は言わないのでGジェネで特殊な支援会話とかが欲しい。スパロボで拾われる日も遠くなさそうだ。その時は笑って再会できるといいね。